整形の知識ゼロからセンターで7割5分から8割を目指す勉強法、今日は私立大学の対策をお伝えしていきたいなと思います。私立も前回の動画までの内容をですねしっかりやっていただいて、その上でさらに、ね、追加施策をやっていただきたいなというふうに思います。こちらの対策をやっていただいたら、まあ、日当コマ線レベルからまではね引っかかるんじゃないかなというふうに思います。で、早速こちらの、ね、参考書の勉強法を、していきたいなと思いますが、今日紹介する本はこちらのですね、パワーアップ版大学入試政治経済が面白いほどわかる本と、影山先生の本になります。この本の構成はですね、まず政治編として、まあこうテーマがいろいろちらさら書かれてますと。でそちらが終わったら次は経済編という構成になっています。そして最後に、時事問題があるという感じですね。この参考書は基本的にインプットの、ね、ための勉強というふうに捉えていただきたいので、基本的には読んでいく、覚えていくということを中心にやっていきたいと思います。でまず勉強法としてはですね、第1章これを全部、ね、読んで確認してください。覚えようとするんじゃなくて、まず読んでいくということが非常に大事です、はい、で読んで内容を理解していただきたいと思います、はい、で1回通して読んだら次にやっていただくのは赤シートを使って暗記していくという勉強法になります。読んでいきながらこの空欄のところを読んで言い当てていくという練習をしてください。でもちろんね、1回読んだだけなんで覚えてないと思いますから、具体的にはこういうふうにやります。だから政治は人民の意思に従って行われることは不可欠だ、こういう政治をほにゃららという、民主政治という、人民の意思に従って行われることは不可欠で、こういう政治を民主政治という、覚えた。で次に読んでいくと、そしてそれは国家において人民自身が主権を有する状態、ほにゃららが完成して初めて実現すると言えるんだ。なんだっけ、国民主権、国民主権、人民自身が主権を有する状態、国民主権、覚えた。次に行くという感じでやっていけばいいです。書けなくてもいいので、まずね、次第の場合は書かせるって問題非常に少ないので、基本的にはもう口頭でね確認できれば十分です。こんな感じでひたすら勉強していきます、はい、これをね、だいたい1回の勉強、1日の勉強の中で3回ぐらいはやっていただきたいなというふうに思います。でこれを繰り返してやっていけば、政治編だけだったら、まあ、12日間ぐらいで終わるんですが、途中で1週間に1回休んだ方がいいので、まあ、2週間で、政治編が終わるかなという感じです。ただね、まあ、そういうふうな勉強法でもいいんですが、やはりこういう暗記系の勉強っていうのは復習していかないとね、忘れていくので、だいたいね、5回ぐらい復習していただきたいなと思います。なので、1日目この第1章を今の方法でやりましたと。で第2章をやる前に一度こっちの復習をして、また同じように隠してね、やっていくと。でその次に第2章に入っていくというふうにやってください。で復習を重ねれば重ねるほど、今度ね、前の内容というのはもう比較的頭に入ってますから、復習自体はどん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 時間がかからないです。復習にかける時間はどん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 下がっていきます。でその分浮いた時間をね、こちらの第2章の方の暗記に費やしていただきたいなというふうに思います。政治編は以上なんですが、経済編も同じような勉強法を進めていくと、だいたいねこちらも2週間ぐらいで終わります、はい、なのでこの参考書は1ヶ月でね引っ張らせていくということがとても大事ですが、ただね、先に進めることよりもインプットをねしっかりやっていく、覚えていくってことに主軸を置いてやっていただければと思いますので、別に1ヶ月半ぐらいかかっても大丈夫です。とにかくインプットをねしっかりやっていくというのが非常に大事です。まあ、こういう勉強を、ぜひねやっていただけたらなというふうに思います。でこれが終われば、まあ、次第の政経の知識のインプットは、必要最低限のことはね頭に入っていくんじゃないかなと思います。ぜひ、ね、参考にしてください。ご視聴いただきありがとうございます。